マブチマサヤは、日本の東洋学者、政治家、千葉県市宮町長、研究者としての専門は、中国思想史、横浜市立戸塚小学校、栄光学園中学校、同高等学校卒業。1980年3月、東京大学文学部卒業、同大学院進学。1983年から、国費留学生として2年間。 北京大学に留学。1988年、東京大学大学院人文科学、研究科博士課程中国哲学専門課程を中途大学。2006年、駒沢大学大学院人文科学、研究科仏教学専攻博士後期、家庭満期大学。2009年、国立成火大学客員研究員、2010年、ハーバード大学東アジア言語。 文明学科訪問学者。2012年、北京市範大学哲学系訪問学者。1988年、東京大学文学部助手に就任。1991年、先週大学経済学部専任講師に転籍。1993年、同助教授に承認。1998年、学習院大学外国語教育研究センター教授に就任。 2016年3月、学習委員大学を退職。2016年5月15日に行われた、市宮町長選挙に立候補し、現職の玉川孫一郎、元衆議院議員の金子健一郎を破り初当選を果たした。5月26日、町長就任。2020年、元町長の玉川孫一郎、元町議の小林正光らを破り再選。 ありがとうございます。